ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ねえねえ魔理沙、今更なんだけど魔理沙って宇宙人肯定派よね。そうだな。だって、地球が誕生したのは46億年前だけど、人類が誕生してからはまだ約500から600万年だと言われてるから、約138億年という宇宙の歴史的に考えたら、当然宇宙人は存在すると考えていいだろうな。やっぱそう考えるのが普通よねー。なんでそんなこと聞くんだ？てか霊夢はどうなんだ？私もどちらかといえば宇宙人はいると思うんだけど、でももしかしたら、宇宙人いる派って結構少数派なんじゃないかと思ったのよ。それに、エイリアンがいるって言うと変人に見られそうじゃない？なに、そんなことないだろう？そうかしらね。宇宙飛行士や NASA の科学者なんかでも、宇宙人はいるんじゃないかって公言してる人たちがたくさんいるんだぜ。へえ、宇宙専門分野の人たちが言うなら説得力あるわよね。じゃあ今日は、宇宙人いる派の意見まとめをやっちゃおうかな。いいわね、それやっちゃって。それでは、ゆっくりしていってね。さっき言ってたけど、宇宙飛行士さんでも宇宙人がいるって信じてる人がいるのね。そうなんだ。イギリス人宇宙飛行士、ヘレン・シャーマン氏なんだけど、宇宙人は間違いなく存在するって断言しちゃってるんだぜ。へえ、ヘレンさんってことは女性なの？そうだよ。彼女は1991年ソユーズ TM12 のミッションで当時のソビエト連邦の宇宙飛行士らと一緒に、イギリス人として初めての宇宙旅行を楽しんだ女性なんだよ。あーまたあれ、大金叩いて宇宙旅行しちゃった口？失礼なこと言うなよな。当時27歳11ヶ月という若さで宇宙に飛び立ったシャーマン氏なんだが、彼女はもともと科学者なんだ。教育や科学、言語などの様々な分野で認められて、1万3000人の候補者の中から見事に選出されたんだぜ。へえ、サイエンサイジョね。そう、そんな彼女なんだけど、イギリスのオブザーバーという日曜新聞でのインタビューで語った話によると、彼女は宇宙人がいると断言してるだけじゃなくて、宇宙人はもうすでに地球人のふりして紛れ込んでるかもしれない、とまで言ってるんだ。ええー、すでに侵略されてるってこと？ちょっとそれ重大事件よ。ただそこに根拠はないらしいのだが。ズコー。シャーマン博士曰く、この宇宙の数十億とも言われる星の中には、あらゆる形の生命体がいるはず、ということらしいんだよ。あらゆる形とは？つまり、俗に言うグレイみたいな頭でっかちのエイリアンだったり、アメーバみたいな軟体動物だったり、はたまた頭しかない生き物だったり。やめなさい、それ私たちじゃないのよ。とにかく、シャーマン博士の見解は、宇宙人が我々人間みたく炭素と窒素で構成されているとは限らないってことなんだ。なるほど。確かに地球人ベースでエイリアンを定義するのは間違ってるかもしれないわね。もしかしたら透明人間のように地球人の目には映らないものかもしれないし、液体となって空から降り注いでるかもしれない。へげげ、おちおち外も出歩けなくなるじゃないのよ。もし本当にそんなことがあるとしたら、ちょっと怖いよな。そうね。次はスイスの天文学者でノーベル物理学賞を受賞したディディエ・ケロー氏だ。またすごい経歴の人が出てきたわね。ケロー氏は、太陽系外惑星を初めて発見したことでノーベル物理学賞を受賞しているんだが、そんな彼が、スイス公共放送協会が運営する、スイスインフォという報道情報サイトのインタビューで、宇宙のどこかに生命が存在すると確信している、と言い切っているんだよ。ケロー氏はどうしてそんな風に思ったのかしら。彼によれば、そんなの単純に考えて、恒星だって惑星だって星の数ってのは限りなく多いんだから、逆に地球にしか生命がいないとかいう方がちゃんちゃらおかしいだろ。ってことらしい。偉い学者さんがそんな適当な言い方する？いや、もっとちゃんと話したと思うけど。でも、ノーベル賞受賞者がそこまで言うのなら、宇宙人が存在することの方が普通な気がしてくるわね。ケローさんは宇宙人ってどんなものだと思ってるのかしら。彼は生命の定義としては二つの見方があると言っていて、まず一つが我々地球人と同じような地球人目線の生命体だ。空気と水と日光を必要としたり、ご飯を食べて活動して寝るような生活を営む生命体だな。一般ピーポーが宇宙人を想像するときは、当然そういうものだと思ってしまうと思うわ。そうだよな。でも、ケロー氏のもう一つの見解としては、全く想像もできないような特徴を持ったものについて、それを生命と呼ばなきゃいけなくなるかもしれないということなのだが。それってつまり極端な話、その辺に転がってる石ころを生命と呼ぶとかそんな感じ？かもしれないな。想像できないわね。地球人の概念で考えるのは難しくなるよな。例えば、それを生命と呼ぶにはどんな条件が必要になってくるのかしら？それにはドイツ人の宇宙物理学者、サッシャ・クバンツ氏が答えているよ。その人は誰なの？
クバンツ氏は、ケロー氏と一緒に共同で生命の起源を研究するセンターを新しく立ち上げるんだぜ。あ、ってことはクバンツさんも宇宙人いる派なのね。もちろんだ。実はこの二人、この宇宙人がいる説にのめり込みすぎて、スイスの連邦工科大学チューリヒ校に、新しい研究拠点として生命起源普及センターという専門機関の立ち上げをするらしいんだよ。すごいわね。そのセンターではどんなことが行われる予定なの？世界各国から科学、生物学、天文学など専門分野の研究者を募り、さらには環境システム科学の研究者など様々な分野から、生命の起源を解明したいという熱意のある人を集めて、生命の起源の研究を進めるそうなんだ。へえ、そんなすごい人たちが集まったら、宇宙人だって意外とあっさり見つかったりして？彼らは宇宙人の存在を探るには、まず地球の生命の起源を知ることが大事だと考えているんだよ。そのために世界の頭脳を集めるのね。クバンツ氏は仲間は多ければ多いほどいいって言っているからな。ということは、その人たち全員宇宙人いる派になるのかしら？研究目的ありきで考えるとそうなるかもな。すごいわね、様々な分野でって言うなら私も参加したいわ。何担当で行くつもりなんだ？ツッコミ担当？研究所にはいりません。それでクバンツ氏が言うところによると、生命がどんな条件下で誕生するかっていう部分については少しずつ解明されてきてはいるものの、逆にそれ以外の条件では生命誕生に至らないのかっていうところは謎に包まれていて、今後彼らの研究の大きなテーマにもなってくるらしいよ。なるほどね。宇宙人の視点で生命を誕生させるのって本当に未知の世界だわ。今後の研究に期待が高まるよな。ところで、宇宙人に出会うための方程式を編み出した強者もいるんだぜ。数学で宇宙人をおびき寄せられるの？いや、そうではなくて、正確には我々地球人が更新可能な地球外文明の数を導き出す方程式だ。そんなことできるの？できるんだぜ。その方程式ってのは、アメリカの天文学者であり天体物理学者でもある、フランク・ドレイク博士が考案したドレイクの方程式と呼ばれる方程式なのだが。ひねりがないわね。方程式の名前にひねり技は必要ないだろ。で、このドレイク博士は、世界で初めて知的生命体の宇宙文明を発見しようと試みたプロジェクトである、地球外知的生命体探査を行った人物なんだ。世界で初めてなの？そうみたいだよ。そして、彼はなんと8歳の頃から地球外生命体に興味を持ち、いつか宇宙人と出会いたいと思っていたんだそうだよ。子供の頃から宇宙人の存在を信じていたのね。そんな彼が、1960年にアメリカ国立電波天文台にある巨大なパラボラアンテナを使用して、宇宙から発信された電波を受信しようと試みたのだが、ドレイク方程式はオズマ計画と呼ばれるこのビッププロジェクトで使われたんだ。どんな風に使われたの？数式は、n イコール r×fp×ne×fl×fi×fc×l で表されるんだが。記号多すぎてわかんないんですけど。何が何を意味するのかしら？ざっくり一気に説明するけど、いい？もちろんよ、よろしく。オッケー。まず、r は、この銀河系内で1年間の間に誕生する恒星の数、fp は、その誕生した恒星が惑星を持つ確率を意味し、ne は、その恒星系で生命の存在が可能となる条件を持つ惑星の平均数、そして fl は、それらの生命の存在が可能な条件を備えたとされる惑星上で生命が誕生する確率で、fi は、その誕生した生命体が知的生命体へと進化する確率、それから fc は、進化した知的生命体が宇宙に電波を送ることができるような高度通信技術のある文明を持つ確率、そして最後に l なのだが、これは電波通信ができるような高度な地球外文明が存続し続ける年数、つまり文明の存続期間のことだぜ。ふーん、なるほどねー。息切れしてるところ悪いけど、情報多すぎてよくわかんなかったわ。なんでだよー。つまり簡単に言えば、この方程式を使って7つの数字を掛け合わせていけば、銀河系の中で私たちにコンタクトしてくる可能性がある宇宙人の数がわかるってことよね。正確には地球外文明の数だ。すごいわね。そこまで計算で導き出すことができるんだったら、高度な文明を持った宇宙人がいるって証明してるようなもんじゃない。そういうことになるね。で、この計算当たるのかしら？失礼だな。計算したんでしょ？もちろんだ。ドレイク博士自身の計算によると、我々銀河系内においては、少なく見積もっても最低20個以上、多めに推測すると4から5000万もの地球外文明が存在するのではという結果が出たらしい。ちょっと幅ありすぎじゃないの？そこ突っ込まないでくれ。でもそんなにあったら、もはや銀河系は宇宙人天国になっちゃうわね。そうなってしまうのか？そうなるでしょ、計算上は。
ただ、結局のところドレイク博士の2回にわたるオズマ計画は、知的生命体を物語る人工電波の発見に至らないままプロジェクト終了となってしまったらしい。ああ、そうなのね、残念。机上の計算と実際の観測結果が一致するには、まだもう少し時間がかかると思われるな。というわけでこんな風に、宇宙研究分野のエキスパートたちだって宇宙人がいると確信している人がこんなにたくさんいるんだぜ。専門家たちが断言してるのを聞くと、宇宙人ってやっぱりいるんじゃないかと思っちゃうわね。少なくとも、いる可能性はありそうだよな。もしかしたら私たちの文明が低すぎて、まだ証明できないだけかもしれないし。それはあるな。我々地球人が一番高度な文明を持っているとは限らないからな。どうせなら向こうからコンタクトしてきてくれればいいのに。そしたら難しい研究しなくてもいいじゃない？地球人側がその高度な通信を受け取れるかが問題なんだよな。確かに、エイリアンの方がやきもきしてるかもしれないわね。実は2021年に、NASA が UFO の存在を否定できないという報告書を公表しているんだぜ。やっぱり、公に発表するくらい確証が出てきたのよ。2017年には、アメリカの国防総省が行っていた UFO の極秘調査プロジェクトに携わっていたとされる元高官も、宇宙人が地球に降り立った証拠が存在しているとリークしてたみたいだし。宇宙人いる派の中でも結構本気のやつね。ここまで行くと、実はイルハが優勢なのかもしれないな。そうかもね。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。さて、今回は地球にすでに来ているエイリアン、を紹介するぜ。地球にすでに来ているって本当なの？そんな話、聞いたことないわ。どちらかというと、今地球にいる生き物の中で、こいつ実は宇宙から来たんぜ。って言われている生き物について紹介していこうと思ってたんだ。そんな生物がいるの？地球の生物には、実は宇宙由来の生物なんじゃないかって、様々な研究の結果から言われている生き物がいくつかいるんだぜ。本当にその生物が宇宙からやってきてたら、それも大発見よ。そうだな。それじゃあ早速、そんな地球にすでに来ているエイリアンの紹介を始めるぜ。わかったわ。2014年、アメリカのカリフォルニア大学の研究者らは宇宙人に関する一つの仮説を唱えたんだ。それは、すでに地球上には地球外生命体が長い間存在していて、姿を変えて偵察活動を行っている、という説なんだぜ。姿を変えてって、一体何に化けてるのかしら？この仮説を唱えたジョナサン・マルキンソム教授は、2000年頃からエイリアンの研究を行っているんだけど、彼によると科学的な証明はないんだけど、聖書といった古代の書物を読み解いていくと、太古の昔から地球外生命体とのコンタクトを取っているらしいんだ。さらに、地球外生命体はすでに私たちの生活に入り込み、同じようないでたちで紛れ込んでいるみたいだぜ。なんだかスパイみたい。彼の意見に賛同する学者は他にもいて、カナダのペリメーター論理物理学研究所のエイドリアン・ケント氏は、虫や動物が行うのと同じような高性能のカモフラージュと考えてみればわかりやすい。過去の書物を見ると地球外生命体は、この地球が誕生した頃から、すぐ間近で私たちを監視しているのだ、と語っているんだ。確かに、かつての考古学者の一部は、地球外生命体は空から舞い降りてくる天使として、過去の書物に書かれているのではないか、と考えていたようなんだけど、この説は、天使は永遠の性を持っているのに対し、この世に存在する生物には必ず死が訪れるはずだ、という理由から否定され続けてきたんだぜ。結構面白い説が囁かれていたのね。ところで、地球外生命体の存在について人類が考察を始めたのはつい最近で、20世紀に入ってからのことなんだ。また、1980年代から世界中で UFO の目撃情報が相次ぐようになって、そういった話の中には UFO に乗った、とか、宇宙人と対話をした、という奇抜な話もあるんだ。要するに、地球外生命体に関する研究はまだまだ始まったばかりで、その根拠もそんなに多くないんだぜ。一つ大きな根拠が出てきたら、一気に定説がひっくり返ることもありえるんだ。なるほどね。実は、あのアメリカ航空宇宙開発局、NASA の科学者も、エイリアンはすでに地球に来ているが、予想外の外見をしているために発見されずにいるのかもしれない、と発表しているんだぜ。あの NASA の発表ってなったら、なんだか信憑性が高い気がするわ。このように、人類が気がついていないだけで、すでに地球上にエイリアンが存在している可能性があるんだ。
ただ、中にはさっきも言ったように、もしかしたら宇宙から来たんじゃないか、って言われている身近な生物もいるんだ。ここからは、そんな生物を紹介していくぜ。楽しみだわ。まずは、タコだぜ。タコは他の無脊椎動物の仲間と比べて格段に知能が高いことで知られていて、道具を使いこなし、遊びも覚えるほどなんだ。また、個性豊かで、人に助けてもらったタコがお礼に来た映像も出回っているんだぜ。そんなタコだけど、研究によるとタコの並外れた知能の理由は、タコが凍結した卵の状態で宇宙から地球に飛来した地球外生命体だからかもしれないんだ。あのタコが宇宙から飛来してきたってこと？その可能性があるんだ。タコのゲノムは人間よりも多く、人間以上に複雑みたいなんだ。あまりの複雑さゆえに、未来の遺伝子を持っているのではないかと科学者に疑われるくらいなんだぜ。そこまでなの？そうなんだぜ。また、タコは今から約2億7000万年前に突如として進化したみたいで、タコが持つ大きな脳や洗練された神経系、そして色や形状を変える能力を通じた、瞬時のカモフラージュといった凄まじい特徴は、進化の最中に突如として出現したらしいんだ。で、この突然の進化や能力は、宇宙由来のウイルスによってゲノムが書き換えられた結果複雑化し、生じたと考えられているんだぜ。そのウイルスすごすぎでしょ。さらに、宇宙由来のウイルスではなくてタコ自体が宇宙由来だとする説もあるんだ。冷凍保存などで保護されたタコの受精卵が数億年前、氷の天体と共に地球に飛来し、地球で生命となったみたいだぜ。ちなみに、この際にイカも飛来した可能性が指摘されているんだ。イカもなんだかタコに似てるものね。そうだな。研究によると、イカのゲノムは約45億塩基対もあるらしくて、人間のゲノムの約32億塩基対を大きく上回るんだ。さらに、多くの生物はゲノムを伝達する際に RNA を介するんだけど、何らかの形でこの RNA を編集しているんだぜ。ふむふむ。ただ、イカの場合は RNA の編集が他の生物と比べても桁違いで、脳細胞に着目してみると人間ではせいぜい数百個に過ぎない RNA の編集が、イカの場合は6万個以上の脳細胞が編集されているんだぜ。規模が違いすぎるって。さて、他にも宇宙から飛来してきたと言われている生物はいるんだ。例えば、昆虫が最たる例だぜ。そうなの？というのも、昆虫の進化の過程にはあまりにも謎が多いんだ。従来の学説によると、その起源は3億7000万年前のデポン紀に出現した、体長わずか3ミリ程度で世界中に生息していた、シンプルな芋虫のような、飛び虫だと考えられていたんだ。ただ、飛び虫の次の昆虫が現れるのはそれから7000万年後のことで、この時期に突然、たくさんの種類の昆虫が大量に出現したんだぜ。急に増えたの？そうなんだ。しかも羽を持っていたり、硬い殻を持っていたりと、多種多様な形態かつ複雑な生態系を持っていて、飛び虫とは似ても似つかない種ばかりだったんだぜ。さらに奇妙なことに、昆虫の表皮はクチクラという物質でできているから化石化しやすいはずなんだけど、この7000万年の間に飛び虫と他の昆虫をつなぐ化石が全く発見されていないんだ。この空白期間が昆虫のミッシングリンクと呼ばれるもので、未だに解明されていない大きな謎となっているんだぜ。確かに妙ね。で、この説に対抗するのが昆虫宇宙起源説なんだ。これは地球の生態系が確立されつつあった古代のある時期に、何らかによって地球に持ち込まれた別の惑星由来の生物の卵から生まれた原始昆虫が、この星の環境に適応して進化したものが現在の昆虫類だ、とする説なんだぜ。もしもそうなら、ミッシングリンクも大量出現も説明できるわね。その通りだぜ。ところで、宇宙からやってきた生物は動物だけじゃなくて、植物も考えられるんだ。植物もそうなの？植物の代表例は、トウモロコシ、だぜ。トウモロコシには明確な祖先種となる野生植物がないため、どのようにして生まれたのかが全くもって謎なんだ。一応、祖先種なのではないかと考えられている植物には、テオシントと呼ばれる植物があるんだけど、見た目がトウモロコシと全然違う上に、仮にテオシントが起源種であったとしても、テオシントにも近縁の植物がないんだぜ。近縁の種がいないってだけで疑ってしまうわね。そんなトウモロコシはイネ科の植物と言われているんだけど、随分と変わっているんだ。一般的に植物は、一つの花の中におしべとめしべがあるんだ。稲や小麦などイネ科の多くは、一つの花の中におしべとめしべがある両生科なんだけど、トウモロコシは茎の先端に雄花が咲いて、口
茎の中ほどに雌花ができるんだぜ。これまた独特だわ。さらに、雌花も随分と変わっていて、剣糸という長い糸を大量に伸ばしているんだ。俗に言うトウモロコシのヒゲのことだぜ。この剣糸で花粉をキャッチしようとしているんだ。そして、この雌花の部分がよく食べられているトウモロコシになる部分なんだぜ。ところで、トウモロコシを食べる際に何かしないかい？茹でたり、焼いたりするけど。まず、皮を剥かないか？そういえばそうだわ。皮を剥くと中から黄色いトウモロコシの粒が現れることからもわかると思うけど、このトウモロコシの粒は獅子なんだ。当たり前のように思えるけど、実はこれも不思議なことなんだぜ。どうしてかしら？植物は獅子を散布するために、様々な工夫を凝らしているんだけど、トウモロコシのように皮に包まれていたら獅子を散布することができないんだ。さらに、皮を剥いて黄色い粒を剥き出しにしておいても、獅子は散布しないんだぜ。それじゃあ、子孫を残せないじゃない？その通りだぜ。要するにトウモロコシは、人間の助けなしには育つことができない植物なんだ。なんだか家畜みたい。初めから作物として食べられるために作られたかのような植物、それがトウモロコシなんだぜ。だから、宇宙人が古代人の食料としてトウモロコシを授けたのではないかと噂されているんだ。知らないうちに宇宙由来の作物を食べていたことになるかもしれないのね。そうなんだ。ここまでいろいろと宇宙からやってきたとされている代表的な生物について紹介してきたけど、実は最近になって、地球の生命自体が宇宙からやってきた可能性が日本の研究グループによって新たに発見されたんだぜ。逆に地球由来のものがないってことなの？そもそも、すべての生命の起源が本当に地球由来なのかは断定できていないんだ。そうだったのね、知らなかったわ。ウイルスや魚類、昆虫や鳥類、猿、そして人間とすべてに共通する先祖のことを通称ルカと呼ぶんだ。地球の誕生は約45億年前とされていて、生命の誕生はそれから数億年経ってからと考えられているんだぜ。ここで生命についての定義なんだけど、一般的には細胞膜などで外界と自分が分けられ、自分のコピーを作ることができ、外から取り込んだ物質を利用し、生命を維持できる。つまりは代謝できる存在ということになっているんだ。確かに生命の説明には合っているわね。最新の研究によると、ルカは39億年以上前には確認されているんだけど、地球にどうやって誕生したのかという疑問は依然として残っているんだぜ。で、生命誕生のメカニズムに関する仮説はいくつかあるが、大きく二つの意見に分かれるんだ。一つは地球起源説で、地球の物質から生まれたという説だぜ。ついこれが正しいのかと思ってたわ。太古の地球に海ができ、二酸化炭素や一酸化炭素、窒素、水があったと考えられているんだ。これらの物質が混ざり合った生命のスープに紫外線などの宇宙線が浴びせられ、何らかの作用で偶然に生物が誕生したという説なんだぜ。もう一つの仮説が、地球外起源説なんだ。これはパンスペルミア説ともいい。汎用の意味のパンと静止と歌手、種まきという意味のスペルミアの合体語となっているんだぜ。地球の外からやってきた物質が太古の地球に何らかの作用をし、そこから生命が生まれたという説なんだぜ。もし後者なら、今の生物はほぼ宇宙由来ってことになるわね。その通りだぜ。この両方の仮説に関する新発見が、日本の研究グループから発表されたんだ。北海道大学の大林博准教授らの研究グループによると、太陽系の隕石を解析したところ、ルカに地球外の有機物が関与している可能性が高まったんだぜ。もしかしたら宇宙由来なのかもしれないのね。そうだな。以上が地球にすでに来ているエイリアンについてだぜ。今回はタコやイカ、昆虫とトウモロコシを紹介したけど、今後の研究によってはもしかしたらもっと増えるかもしれないんだ。身近なあの生物ももしかしたらエイリアンなのかもしれないし、そもそも地球上の全生物が地球外由来のエイリアンなのかもしれないからな。今回紹介した他にも、地球にすでに来ているエイリアンについて知っていることがあったらぜひコメントしてほしいぜ。ゆっくり霊夢と、ゆっくりマリサだぜ。マリサ、ズバリ言ってほしいんだけど、宇宙人っているの？それか、じゃあ言ってしまおう。宇宙人は 100% いるどころか、すでに地球にいるんだ。なんだって、でもついにその存在が。って、偉い人が言ってた。ズコー、あれか、権威に弱いのか、もうちょい詳しく。じゃあ今回は、宇宙人がもう地球にいる件について詳しく話していくぜ。それじゃあゆっくりしていってね。そんでどういうことなの？めっちゃ他力本願感が強いんだけど。
そうは言うけど、なかなか興味深いんだぞ。せっかくだから全部聞いてくれよ。まあ宇宙人の話だし、しかも 100% とか言っちゃってるみたいだから聞かなきゃ損だね。だろ、ということで始めるけど、まず今回の内容は雑誌、ペンの公式サイト、ペンオンラインの記事をなぞらせてもらうぜ。で早速だけど、この劇的な発言をしたのはベイスタンフォード大学の医学部教授、ゲイリー・ノーラン氏で、ニューヨークでイベントに登壇した際にその発言をしたそうなんだ。ノーランさんね、一体どんな人なの？病理学が専門みたいだけど、UFO 研究家としても知られているって話だな。なるほど、そっち方面でも有名だからってことか。そんで、具体的なやりとりは？先般、ニューヨークで行われた起業家や投資家が集まるイベント、サルト・アイ・コネクションズ。ってのが開催、ザ・ペンタゴン、地球外知的生命体、墜落した UFO、というタイトルのセッションにおいて、モデレーターのアレックス・クローカス氏と対談する形で登壇したって経緯だ。どんな内容の話をしてたの？クローカス氏が冒頭でノーラン教授に対して、地球外知的生命体が地球に訪れたことはあると思いますか？と質問したんだけど、教授は、それよりも一歩踏み込めると思いますよ。単に訪れたことがあるだけでなく、地球には長いこといるし今もいると思います、と答えたんだよ。しれっととんでもない発言してる、今もいる、って爆弾発言じゃんか。その筋の人からすりゃとんでも発言だな。そんでノーラン氏は引き続き、みんな、シグナルを探しているけど、私たちはほぼ日常的に、シグナルを目にしています。とも述べていたんだよ。まさか日常的だとは。シグナルって言ったら、今やめちゃくちゃ有名な宇宙からの謎の電波だよね。ああ、他にも電波信号はあるけど、これについてはまだ解明されていない分信憑性が高いってのがミソだ。そんで、当然のことながらクローカス氏は、ノーラン教授の発言を信じるのは難しいかもしれないと指摘した。そりゃあね、こう言っちゃなんだけど、これまで見たこともない証拠もないこと言われても飲み込めないよ。だけどその後、ノーラン教授は驚くべき発言をしたんだ。まさか、そこで、実際に宇宙人がすでに地球にいるとする発言が事実である確率はどのくらいだと思うかと聞いたところ、ノーラン教授ははっきりと 100% と回答したのさ。でもさ、言うだけなら簡単だよね。こんなこともあんまり言いたくないけど、宇宙人なんている証拠もいない証拠も出せないんだから、どの道言いたい放題なんじゃないかな。いや、これはどうも自身だけの発言、個人的な発言ってわけじゃないみたいなんだ。どういうこと？ノーラン氏はここで、アメリカ国防権限法に基づいて立ち上げられた、全領域異常解決局に触れたんだ。ちなみに同局は未確認航空現象、要は UAP の調査のため、2022年7月に設立された機関になるんだけど、待って、UAP って何？てか未確認航空現象って何？未確認飛行物体じゃないの？ UFO でしょ。アメリカの政府系機関では近年、従来の呼び名である UFO から UAP に変更したみたいだぜ。そうなんだ、さりげに私にはビッグニュース。そんで彼は NDAA に基づき、連邦議会に極秘で告発できる内部告発者プログラムが作られたことにも触れ、直近ではちょうど先週末あり、政府内ではかなりの騒ぎになったばかりだ、と明かしたのさ。宇宙人関連の情報についての垂れ込みがあったってこと？まあそういう解釈でいい。つまり、ノーラン氏だけの妄言ってわけじゃないってことさ。でもさ、それは別に証拠とはならないじゃん。実際クローカス氏になぜ地球外知的生命体がすでに地球にいると言えるのか、その証拠は何ですか？と聞かれていることから、やはり気になるのは証拠となるんだけど、この質問に対してノーラン氏は、政府が何をしているか見ればいい、として、前述の NDAA を挙げたんだよ。それに加えて、個人的な経験として、墜落した航空物体に対するリバースエンジニアリング、プログラムに、携わっている人たちを知っているから、とも答えている。自信ありげだねー。ちなみに、リバースエンジニアリングって何？動作の仕組みや製造方法、仕様等を分解、解析して、製造方法や原理、設計図やソースコードなどを明らかに。まあ要は、時計をばらして内部構造を見て、仕組みを理解するみたいな感じ。なるほど、それを墜落した航空物体にやったわけだね。って、軽く聞いてたけどとんでもないことじゃん。宇宙人絡みの内部告発があって、さらに墜落した UAP の中身まで見てるってなると、やばくない？ガチだったらマジでやばいな、宇宙人がいるとかいうレベルじゃないぞ。でもさ、やっぱり現実味がないんだよねー。それで、宇宙人はもう地球にいる、って言われても。別にその辺歩いているわけじゃないし、お隣さんが実は宇宙人でしたとか考えられないよ。そういうニュアンスじゃないみたいだぜ。ノーラン教授によると、高度な知的生命体は自らが物理的に、地球にやってくるような危険を犯すようなことはなく、地球で言うならドローンとか高度な AI とか、何かしら仲介となるものを地球に送り込み、人類を観察したり文化に影響を及ぼしたりしている、みたいな。ああ、そっか、何も姿を現す必要はないんだ。地球に来るってことはめっちゃ高度な文明なんだろうし。むしろそう考えた方が自然かな。いきなり宇宙船で地球に乗りつけて、ジョリース、とかおかしいもん。
おかしいのはお前の発想だ、とまあ、ここまで説明したけど、もし宇宙人が地球にいたとして、今後どうなるかについては特に記事上では言及されていない、一体どういう顛末をたどることやら。だよね、いやー、でもこの話は確かに興味深いよ、でも一つ気になることがあるんだよね。気になること。うん、これまで聞いた感じだとさ、ノーランさんはめっちゃ発信している感じに思えるけど、アメリカって国単位じゃあんまり大っぴらにしたくない印象があるんだよ。それについて面白い動画を見つけてあるぞ。関わりありそうな動画があんの。ああ、オーストラリアのセブンニュース、オーストラリアのプロデュースによる、ロス・クルサート氏とブライス・ザベル氏の UFO ドキュメンタリーが2022年8月24日に、YouTube 上にアップされているんだよ。その内容を抜粋だけど話してみるよ。ちなみに Q&A 方式で Q は司会者で A はノーラン氏の発言となるぞ。なんかものすごい発言の匂いがプンプンしやがる。Q、ノーラン教授、アメリカ政府が1年前に UAP が実際に存在すると認めたのはどれほど重要なことか。それがなんであれ、本当のミステリーですよね、という問いに対して。まず、第一にこの60から70年の間、政府は私たちに嘘をついてきたということを物語っていると思います。UFO などを見たり、信じているのはおかしい、と言われた人たちにとってこれは、慰めにもなると思います。少なくとも個人的な見解として、人間的な見解として、そう思います。それが最も重要なことの一つです、と答えている。ちょっと待って、アメリカは UFO じゃなかった、UAP を認めてるって何？そうなんだ、その証拠に、2021年からアメリカは UAP の目撃情報を報告しているんだぜ。ちなみに2021年の場合だと、目撃情報は144件、2022年分だと510件だったかな。最も内訳は、目撃情報の半数近くは、特筆する点がない、人間の活動によるものとされている。一方で100件以上の目撃情報が、説明がつかないままとなっているそうだ。あぜん、まさか政府がそんなことやってたなんて、てかさ、政府が嘘ついたとかなかなか過激な発言だね。まったくだ、ということで続けよう。9、これは、憶測の域を出ませんが、アメリカ政府はなぜ嘘をついたと思いますか、との質問に。率直に言って、アメリカ政府は UAP が何であるかを理解していなかったでしょうし、誰もその存在を認めたくなかったからだと思います。しかし、第二に彼らは、自国の領空を支配していないことを認めたくなかったのでしょう、と答えている。こういうのも、アメリカ自身があんまりこの話題で前に出てこない理由になるのかな。その可能性はあるんじゃないかな。これだけの文章に、認めたくない、が2回もあるしな。ってことは、お決まりの隠蔽工作とかがあるのかも。いい指摘だ。ちょうどいいタイミングだからやり取りを続けさせてもらうよ。9、アメリカ政府は嘘をつき、隠蔽工作もあったと思いますか、との問いに対しては。もちろん、ありました。隠蔽工作と同時に、見たり信じている人々が狂っているかのように見せる。偽情報キャンペーンがあったということです、と答えている。断定しているあたり根拠があるのかもしれないな。ありました。だもん、これが漫画の世界なら、早速命を狙われるってレベルでしょ。漫画の世界じゃないから安心しろ。でもリアルだけにめっちゃ興味深いだろ。ほんとだね。でもさ、これもまた失言になっちゃうかもだけど、こんな大学の教授の偉い人が、宇宙人だの政府批判だの、さらには陰謀説とか大丈夫なのかなって思うんだよね。ああ、ちなみにノーベル賞候補でもあるぞ。もっとやばかった。そんな人が、ねえ。そこについても質問があったんだ。9、あなたのような高名な科学者がこのようなことを言うとは、正直驚きです。あなたはノーベル賞候補者であり、医学の分野で高く評価されている人です。このような UAP 現象について、認めるというのは危険なことではないでしょうか、という問いに対して、危険なほど必要だと思いますし、私はこのようなことが必要だと思っています。このまま放置しておくと、もしこれが象徴するような潜在的な危険性を無視し続ければ、それが私たちに将来的に、もたらすかもしれない危険にさらされているのです。しかし、このようなものが何を成し得ているのかという、物理現象も理解しなければなりません、と答えているんだよ。いろいろと覚悟の上か、なかなかの侍だね。そういうことだな。もし今回の話が根も葉もないただのデマだったら、ここまでやるのかなって思う。それは言えてるね。さらに危険って言ってるし、そんだけ逼迫した状況なのかなとも思うよ。我々には見えないだけで、もしかするともしかするのかもしれない気もしてくるよ。まあ、内容はまだまだ続くんだけど、今回はここまでにしておきたいと思う。もし続きが見たいのなら、YouTube のチャンネル、セブンニュース、スポットライトを探せば、すぐに見つかると思うから、時間があれば一度見てくれ。ただし英語だから注意な。注意と言われても、まあいろいろとはらんではいるみたいだけど、夢があるっちゃあると言えるね。まあな、もし地球外の知的生命体が人類に有効であるならば、素晴らしい何かをもたらしてくれるかもだし。敵対の可能性もあるけど、潜伏しているってことは少なくとも様子見の段階の可能性があるし、それはまだ判断に迷っているわけで、事態が変わっても話し合いの余地があるかもしれないから、
どちらかというと良い方向に進むんじゃないかなって個人的には思ってる。そうだといいんだけど、いやはや、これはとにかく続報が待ち遠しいよ。わかってる、何かわかり次第、またここでお伝えしよう。できることならポジティブな話題にしたいところだ。霊夢霊夢、霊夢。そんなに連呼しなくてもここにいるわよ。一体何なの？ついに我々地球人のルーツが明らかになったかもしれないんだぜ。地球人のルーツってどういうこと？我々人類を含めて、地球上のあらゆる生命の根源が一体どこから来たのかってことだよ。なんだ、そんなこと？私たちは地球に突然誕生したバクテリアかなんかが、気が遠くなるような年月を経て進化したんじゃないの？いやいや、それがどうやら違ったみたいなんだよな。そなの？ここ最近、生命は宇宙から来たんじゃないか説ってのがもっぱら急浮上してるんだぜ。まさか私たちの先祖が宇宙人だとでも？早速勘違いしちゃってるな。なんなのよ、だったら早く教えなさいよ。もちろんだぜ。それでは、ゆっくりしていってね。それで、宇宙人が先祖じゃないって言うんなら、なんで私たち地球人が宇宙から来たとか言えるわけ？本題に入る前に、そもそも生命と呼ばれるものが何なのかについてちょっと話したいんだけど。いいわよ。まず、生命って簡単に一言で言っちゃってるけど、これの定義ってなんだかわかる？生きしてる。そうだね。食べて寝る。まあ間違ってはいない。子供を作る。それもありだな。つまり生命ってのは、まず細胞膜などに覆われていて外界と自分とを隔てていることが大前提で、さらに自分のコピーを生み出し数を増やすことができる存在なんだよ。生命って、細菌類とかも入るの？そうだね。細菌類やアメーバなどの単細胞生物から、植物や虫、鳥類、魚類、そして哺乳類に至るまで、幅広い分野の生命があるよな。実は、これらのすべての生命には、共通の祖先と言われるものが存在するんだぜ。共通の祖先、アメーバと哺乳類に、ラストユニバーサルコモンアンセスター、最終普遍共通祖先、略してルカと呼ばれているのだが、46億年の地球の歴史において、約40億年前まで遡っていくとすべての生命がここにたどり着くという、奇跡の生命なんだ。へえ、そんなの知らなかったわ。虫やアメーバが私たちと同じ祖先から生まれたなんて、考えるだけでゾゾーってするんだけど。ただ、この説には問題があって、一体そのルカと呼ばれる生命体はどこから来たのかってところが謎のままだったんだよな。そなの？はるか昔の地球が現代のような豊富な水と太陽の光と大気に覆われた環境だったとしても、そこに突然どこかで生き物が生まれるってのも変な話だろ？確かにそうね。でも、それを地球内から偶発的に誕生したとされるのが地球起源の生命説だ。あら、でもさっき、地球人が宇宙から来たとかなんとか言ってなかった？地球外起源で始まった生命説ってのはかねてから囁かれていて、パンスペルミア説、なんて呼ばれているのだが、そもそもその地球外からやってきた種が何なのかってところには、明確な結論が出せていなかったんだよね。ってことは、今回それが明らかになってきたって話なの？2022年4月に自然科学分野のオープンアクセス学術誌である、ネイチャーコミュニケーションズに掲載された研究結果が話題になっているのだが、北海道大学低温科学研究所の大林博准教授や東北大学大学院理学研究科の古川義博准教授らからなる、日本の研究チームが、世界各地に落ちた太陽系最古と言われる隕石の分析をしたところ、ただならぬ分析結果が現れたみたいなんだ。ただならぬ？期待させる言い方ね。彼らが分析したのは、1969年にオーストラリアビクトリア州マーチソン付近に落下したマーチソン隕石と、1950年、カナダに落下した、タギシュレイク隕石。同じく、1950年にアメリカに落下したマレー隕石から採取されたサンプルなのだが、なんと、その3種類すべての隕石から生命の遺伝子情報を記録する基本材料だとされる、核酸塩基が検出されたらしいんだぜ。よくわかんないんだけど、核酸っていうのは生命の設計図とも言えるもので、DNA、デオキシリボ核酸、や RNA、リボ核酸、などの二重螺旋構造を作り上げるものなんだぜ。DNA って遺伝子の？そうそう。核酸を作っている成分が炭素、水素、窒素、酸素からなる塩基なのだが、核酸塩基というのは窒素2つを含む生体分子で、六角形のリン構造を持っていて、互いに積み重なる性質があるため、DNA のような螺旋構造を作る特徴があるんだってさ。へえ、
じゃあそいつが隕石の中に見つかったってことは、それを飛ばした星に生命体がいたっていうことを示唆することにつながるんじゃないの？そういうことになるだろうね。拡散塩基には2つの分類があって、ピリミジン塩基に分類されるシトシン、チミン、ウラシルの3種類と、プリン塩基に分類されるアデニン、グアニンなどがあるのだが、プリンとカフェインだけ知ってるわ。それ、別物だと思う。で、さっき言った3つの隕石のうち、オーストラリアに落下したマーチソン隕石からは、最初のピリミジン塩基3種が全て見つかっていて、プリン塩基であるアデニンとグアニンも大量に含まれていたことが分かったそうなんだ。それってもしかしたら、地球に落ちた時に地面のやつがくっついたんじゃないの？いや、落下地点の周囲の土からは拡散塩基は検出されなかったみたいなんだよね。もちろん科学者たちはその考えを視野に入れて分析を重ねたのだが、それでも、隕石に含まれていたのは地球由来のものではないことが分かっているそうだよ。なるほどね。とにかく、重要なのはマーチソン隕石が、この世の中に存在する全ての生命の遺伝子情報を持つとまで言われている、拡散塩基という生体分子をその中に携えて宇宙から地球に落ちてきたってことなんだぜ。他の2つの隕石はどうだったの？タギシュレイク隕石やマレー隕石からは、少量のプリン塩基が検出されたみたいだな。少量だったの？みたいだね。これについて研究者たちは、この2つの隕石はマーチソン隕石とは違うプロセスを経てできているからだと見てるらしいけど、隕石って、この3つの隕石だけじゃなくて、今までもっとたくさんの隕石が地球に落ちてきてるわよね。そのはずだが、そいつらはどうだったのかしら？これまで宇宙から来た隕石に遺伝子情報を司る、DNA や RNA を構成するようなものが発見された例は少ないみたいだ。それに、マーチソン隕石っていうのは、かねてから世界中の多くの科学者たちが研究に当たってきたのだが、どうもそのやり方も間違ってたみたいなんだよな。どういうこと？今まで隕石の中にある拡散塩基に焦点を当てた研究で用いられていたのは、有機酸の一種である偽酸という強酸性の溶媒で、拡散塩基を煮出すという方法だったのだが、シトシンなどは熱や酸性の溶媒に弱く、正しく抽出できていなかった可能性があるんだ。分解されちゃってたのね。それに、液体クロマトグラフと呼ばれる超高分解濃質量分析系を使っていたために、拡散塩基以外の他の化学種や有機物なんかにも反応してしまい、拡散塩基だけを狙って抽出することが困難だったみたいだね。じゃあ、なんで今回の日本の研究では見つけることができたの？大場教授たちの研究では、まず、陽イオン交換クロマトグラフィーを用いて、無機鉱物イオンや有機物などの、拡散塩基以外のものを可能な限り除去することにしたんだ。邪魔者は排除しとかないとね。そして、同時に液体クロマトグラフの分析条件を見直し、拡散塩基を検出するための最適な条件にすることで、より検出効率を上げることに成功したんだそうだよ。なんとこれは、1兆分の1グラム程度の拡散塩基を検出できる精度らしい。へえ、さすが日本の技術だわね。その技術のおかげでこれまでの研究では5種類のうちウラシル、アデニン、グアニンの3種類しか見つかっていなかった拡散塩基が5種類全部を発見することができたんだぜ。すごいわね。それだけでなく、今回の発見では主要5種類の塩基に加えて、初めての検出となる10種類を含む、全部で18種類もの拡散塩基を検出したんだそうだ。なになに？すごいことじゃないのよ。しかも、拡散塩基以外の窒素複素環化合物については、20種類もが同定することに成功したのだが、これも初検出だったみたいだね。ほえー、それだけの者たちが隕石に乗って宇宙からやってきたのね。一体どこから飛んできたのかしら？実はその隕石がどこから飛んできたかはまだ明らかにされていないんだ。なんだ、私たちのルーツがわかるかと思ったのに。ただ、マーチソン隕石からはヘキサメチレンテトラミンという有機物が検出されているのだが、これがおそらく、太陽系が作られるよりももっと前に作られたんじゃないかとされているみたいなんだよな。こういった有機物は、星間分子雲の中で氷に覆われたアンモニアや一酸化炭素などの塵が、紫外線や宇宙線にさらされることで光化学反応が起こり生成されるらしいのだが、その星間分子雲が後に太陽系を形成し、その有機物も太陽系の惑星や小惑星などに取り込まれることになったと研究者たちは考えてるみたいだね。
じゃあ少なくとも、太陽系形成以前の宇宙から来たかもしれないと？そう言えるよね。でも、その有機物が太陽系ができる前のものだってのはなんでわかるの？まあ既存隕石のマグネシウムや酸素などを分析すると、平均的な太陽系の値とは明らかに異なる同位体組成なんだそうだよ。それだけで判断しちゃっていいのかしら？いや、実はまあ既存隕石からは、約75億年前の地球最古の物質を検出したという研究発表もあるんだよね。そんなに古いものなの？2020年1月13日、アメリカとスイスの研究チームが、米国科学アカデミー企業 PNAS に発表したのだが、彼らがまあ既存隕石に含まれたプレソーラー粒子を分析したところ、この隕石が宇宙空間において宇宙船にさらされていたのがどれくらいの期間だったかってのを突き止めたんだよ。それが75億年だったってことね。そういうこと。調査したプレソーラー粒子の中で、最も古いのが75億年前のもので、他に、最も多かった粒子は約46億から49億年ほど前のものだったそうだよ。太陽系ができたのは約46億年前よね。つまり、この分析結果はそれが太陽系の誕生以前からのものだってことを明示してるよな。なるほどねー。ここまで聞いたら、やっぱり地球上の生命は宇宙からやってきたとしか言いようがなくなってくるわね。太陽系ができる以前に存在したどこかの星から、私たちの生命の源がもたらされたんだわ。でも、地球人火星からやってきた説、ってのもあるんだぜ。なんですと？私たちって火星人だったの？それは違う。火星から飛んできた隕石に含まれていた鉱物が、我々の地球に生命をもたらすきっかけになったと考えられているのだが。ああ、そういうこと。アメリカはウェストハイマー科学技術研究所の、スティーブン・ベナー教授が、2013年8月29日に国際会議ゴルトシュミットカンファレンスで行った基調講演によれば、火星からの隕石に含まれていた酸化鉱物であるモリブデンという元素が、生命の形成には欠かせないとされる要素の炭素分子が分解し、タール状物質になるのを妨げる働きをするらしく、彼はそのモリブデンこそが地球へ生命をもたらしたと説いているんだよ。ふーん、それって地球にはもともとない元素なの？モリブデンが生命誕生に影響を与えるのは、高濃度で酸化した場合らしいのだが、実は、誕生当初の地球には酸素がなかったんだよな。そうなの？火星にはあったんだっけ？ベナー教授は火星にはあったと言ってるね。それに、火星の隕石分析では、モリブデンと砲素が存在することもわかってるみたいなんだよ。砲素っていうのも、水などの腐食から RNA を守る働きがあるらしいのだが、教授は、このモリブデンと砲素のダブルの効果が作用したことで、生命が育まれることを促進したのかもしれないと考えているみたいだね。それから、ネバダ大学ラスベガス校のクリストファー・アドコック氏も、ベナー教授の発表から間もない9月1日に、リン化合物こそが生命の根源だと、ネイチャージオサイエンス誌のオンライン版に発表してるのだが、また新しいのが出てきたわね。リン化合物ってのは、RNA や DNA、それからタンパク質のような生命を形成する重要な要素にとって、背骨のような役割を担う物質らしいな。それももともと地球になかったの？いや、リン化合物自体は誕生初期の地球にも存在したのだが、当時は固形の状態で陸に存在していて、水中にはなかったみたいなんだ。生命の根源は水中で生まれたとされているから、水中に存在してなきゃこの説に合致しないんだよな。じゃあ火星は違ったってわけ？そうみたいだね。アドコック氏たちは初期の火星に存在したことが分かっている2種類のリン酸塩を合成し、それを水に溶かしてみたのだが、明らかに水に溶けやすいものだったことが分かったんだ。これはつまり、火星ではリン酸塩が水中に存在し得たってことになるんだよね。あれれ？ちょっと待ってよ。そうすると、地球人は火星の隕石から誕生したってことになるじゃない？さっきの太陽系ができる前からあった地球外隕石由来説とはちょっと噛み合わなくなってくるわね。あ、そこ気づいちゃった？気づくわよね。まあとにかく、太陽系外からのもの由来であっても、火星からのものであっても、どちらにしても我々が宇宙から来たことには変わりないってことで。そうね、隕石に生命の設計図が見つかっちゃったら、その起源が宇宙からやってきたってのは疑いようがないわよね。だよな。これについては、今後も他の隕石や、惑星や小惑星から持ち帰られたサンプルなどから、より詳細な分析と調査が行われていくだろうね。そしたら、私たち地球人のルーツが解明されていくかもしれないわね。はぁ、ついてないわ。
霊夢、ため息なんかついてどうしたんだ。なんで私って優しくてイケメンでお金持ちのメンズとの出会いがないのかしら。そんな理想的な男子なんて映画やドラマの中だけの話だぜ。でも、考えてみて、この地球上には70億もの人が住んでてその半分は男子なわけでしょ。それだけいるなら、私の周りに一人や二人くらい理想の男子がいてもおかしくないと思わない？計算がざっくりすぎて何とも言えないな、わら。まあこの地球上のどこかに存在するのは確かなんだろうが、出会えるかどうかは運次第ってところか。存在してるはずだけど会えないって意味では、まるで宇宙人の話みたいにも聞こえるな。話の展開に多少の強引さは感じるけど、今回のテーマは、宇宙人について、でいいのかしら。察しが良くて助かるぜ。その通り、今回のテーマは、宇宙人はどこに隠れているのか、だぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。早速だが、霊夢は宇宙人の存在についてはどう考えてる？そうね。これだけ広い宇宙に知的文明が人間だけってのもおかしな話だと思うし、宇宙人がいるって考えた方がロマンがあって素敵よね。ワンちゃん、イケメン宇宙人がいつか私をさらいに来るかもって妄想も膨らむし。まあ、イケメン云々の話は一旦置いといて、私たちの住む天の川銀河だけでも、地球に似た環境の惑星が3億個は存在するって言われてるから、文明は自分たち以外にも存在するって考える方が自然だよな。銀河系だけで3億個もあるのね。だとしたら宇宙全体だと一体いくつになるのかしら。想像もつかないわね。でもそれだけ可能性があるのになんで未だに宇宙人に会えてないのかしら。そういえば、アメリカ空軍が UFO 映像を公式に認めたなんてニュースも最近見た気がするけど、あれは宇宙人の存在証明にはならないのかしら。それはよく誤解される話だから説明しておくぜ。UFO イコール宇宙人の乗り物ってイメージが強いんだけど、UFO は直訳すると未確認飛行物体、つまり、その正体を確認できていない飛行物体、というだけで、地球外生命体と直接結びつく証拠にはならないんだぜ。なるほど。米軍は確認が取れていないって言ってるだけで、それをオカルトマニアが都合よく解釈してるって話なのね。そんなとこだな。話を戻すと、なぜ宇宙人と出会えてないのかって質問だが、実は霊夢と同じような疑問を抱いた人に、高名な物理学者のエンリコ、フェルミって人物がいるんだ。フェルミってどこかで聞いたことある名前。フェルミ推定、で有名な人物だな。ああ、あれね、東京都内にマンホールがいくつあるか、とか計算するやつ。なんだかヘリクツをこねくり回してるみたいで私は苦手だけど。そうだな。そのフェルミも宇宙人の存在について疑問を唱えたことがあって、彼はある日ランチの最中に友人に向かって、みんな一体どこにいるんだ、と問いかけたと言われてる。これが有名なフェルミのパラドックスだぜ。なんだか宇宙人って言うと SF やオカルトの話で、あんまり科学的ってイメージはなかったけど、有名な科学者も興味は持ってるのね。そうだな。存在が証明できていないだけで、お化けやユーマなんかと違って存在する可能性を否定する科学者はいない。同じように、地球外文明について科学的な証明を試みた人は他にもいて、それが天文学者のフランク、ドレイクだぜ。彼は地球人にコンタクトする可能性のある知的文明の数を割り出すために、独自の数式である、ドレイク方程式、を考案した人物だ。そんなの計算で割り出せるものなのかしら。数式はこんな感じだ。N は知的文明の数で、その他の変数は一つずつ説明すると長くなるから省略するが、地球と似たような惑星が生まれる確率や、文明が発達する可能性なんかを掛け合わせたものだぜ。それで肝心の答えはいくつになるのかしら？答えには大きな幅があって、数個から数万と言われてるぜ。そんなにばらつきがあるんじゃ、計算する意味なくない？その通りなんだよな。だから、科学者の間ではあまり意味をなさないものとして取り扱われているってのが実情なんだぜ。計算で存在を証明するのが難しいのはわかったわ。それなら、理屈の上ではどうなのかしら。数の上で幅はあったとしても、存在そのものは否定されてないんでしょ。だったら、会えない理由について偉い人はどう考えてるのかしら。そうだな。会えていない理由としては、遠すぎて会えない、いや、感知できない。あえて姿を現さない、なんかが主なとこだぜ。遠すぎて会えない、はわかりやすいわね。人類だってまだ月までしか行ったことないくらいなんだから、宇宙人に多くを求めすぎなのかもしれないわ。次の、感知できない、ってどういう意味なのかしら、目に見えないとか、小さすぎるとか、
そうだな。例えば通信なんかは人類とは違った技術を使われていたとすると感知できないってことになるな。目に見えないって意味では、別次元の存在って可能性もある。別次元って、パラレルワールドとかの話かしら。急に話が SF 寄りになったけど、大丈夫。別次元については、実は科学でも言及されてるんだぜ。霊夢は量子力学って聞いたことあるかな？名前だけは知ってるけど、なんだかミクロの世界の話だったかしら。そうだな。物質を構成する分子や原子なんかを説明するための学問なんだが、科学者にとっては既存の物理学で説明しようとすると様々な矛盾を生んでしまう厄介な分野なんだぜ。あのアインシュタインが、神はサイコロを振らない、と言って投げ出したことでも有名だ。これ以上詳しい説明は避けるが、その矛盾を解消するための方法論の一つとして、多次元世界の概念が使われてるんだぜ。だから、別次元やパラレルワールドというだけで、非科学的と決めつけてしまうのは早計と言えるぜ。因数分解の方程式を見ただけでお熱が出る私にとっては理解が難しい話だけど、別次元がただのオカルトじゃないってことだけは分かったわ。残りの、あえて姿を現さない、ってどんな理由になるのかしら。どの説も推測の域を出ないってことでは同じなんだが、あえて姿を現さないのは、そこまで人類に興味を持ってないって意味だな。つまり、地球外生命体の持つ文明が人類よりはるかに進んでいて、人間がアリンコにそれほど関心を持たないように、宇宙人にとって人類は興味の対象外ってことだな。なんだか悔しい話ね。無視されてるみたいで。まあ、子供がアリの巣に水を流し込むみたいに、お遊びで滅ぼされるよりはマシなんだろうけど他に何か理由はあるかしら。それ以外には、そもそも存在していないケースも考えられるぜ。例えば、さっきと逆で、人類とコンタクトするほど、文明が発達していない。文明は短期間で消滅してしまう、いや。人類がレアケース。これはとんでも説だが、世界がシミュレーション、なんてのもあるな。まあ、文明レベルが低いと星間飛行なんて無理な話だから会えないのは当然よね。文明が長続きしないってのも理由としては似たような印象ね。だって科学は時間で発達するものだし。そうだな。ただ、文明が長続きしないってのが理由だとすると、それは私たち人類にも当てはまる話だけに他人事じゃ済まないんだよな。今のところ人類以外の知的生命体の存在が確認されていないってことは、それはつまり人類文明がこれから先どのくらい続くかの目安が何もないってことでもある。今わかってるのは人類以外で長続きした文明が存在しないってことだけだから、人類文明も先はあまり長くないって可能性が高くなるんだぜ。急に夢のない話になったわね。それなら、ワンチャン、人類がレアケース、ってパターンにかけるしかないわね。まあ、人類が科学文明として発達したのはせいぜいこの100年くらいだから、慌てる必要はないのかもな。最後の、世界がシミュレーション、ってどういうことかしら。映画のマトリックスとか、ネタバレすると世界は実は仮想現実でした。的なあれかしら。ざっくり言うとそんな感じだな。映画やアニメだと近未来 SF のジャンルの一つに過ぎないけど、実は科学者の間でも真剣に議論されてるテーマでもあるんだぜ。霊夢は、シミュレーション仮説、って聞いたことあるかな？あんまり聞いたことないけど、どんなものなのかしら。最近だと実用化のイーロン・マスクなんかも言及してるんだが、現実世界はそもそも存在してなくて、すべてがシミュレーションって説だな。哲学者のニック・ボストロムもその提唱者の一人で、この世界はシミュレーションである可能性が非常に高いって主張してるんだぜ。そんな有名な実用家や哲学者も支持してるんなら、ただの中二病ってわけでもなさそうね。最近の VR 技術や脳科学の進歩の速さを見てると、ありえない話でもない気がしてくるぜ。その説に立てば、あえてシミュレーション世界に宇宙人が登場する必要はないってことで説明ができる。あるいは、シミュレーションの外は宇宙人が支配してるとか。まさに映画マトリックスの世界だよな。なんだか何が科学的で何がオカルトなのかこんがらがってきたわ。そうだな。霊夢がお熱を出す前にそろそろこの辺りで終わりにしておこうか。さて、今回は宇宙人はどこにいるのか、をテーマに話してきたけど、どうだったかな？そうね、宇宙人って聞くとやっぱりテレビのオカルト番組のイメージが強くて正直うさんくさいって印象しかなかったけど、科学者で真面目に研究してる人がいるのは意外だったわね。まあでも、文明がここまで発達したのも、昔の人が考えた夢や妄想みたいなものを実現するために、地味な研究を続けてきた発明家や科学者のおかげだものね。その通りだな。
人間が想像できることは、人間が必ず実現できる、は、SF の父とも言われる小説家ジュール・ベルヌの名言だけど、彼が生きた19世紀の時代から見ると、現代は完全に SF の世界だからな。そういう意味では霊夢の中二病も何かの役に立ってるかもしれないな。そんなわけでこれからもこのチャンネルでは面白ネタをアップしていくので、高評価、チャンネル登録を忘れずお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。皆さんこんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。エルポゴ MP が?もじるわいななどパ、霊夢、何言ってるかわからないのだが、魔理沙の帽子、いつもと違くない?いつもと同じか、って言ったのよ。は?なわけないよね。この間ね、うちの1歳半になる甥っ子と遊んでたんだけど、宇宙語話すのよ。可愛いから真似してみたわ。それは本当の宇宙人の言葉ではない。ふん。知ってるわよ、当たり前でしょ。いや、霊夢のことだからマジで言ってるのかと。バカ言いなさい。っていうか、魔理沙だって本当の宇宙人の言葉なんて知らないでしょ?ああ、でも宇宙人はいると思うな。またそんなこと言って、なんなら 100% いると断言するね。言い切ったわね。ほら、目の前に。やめなさい、私が宇宙人ならあんたも宇宙人じゃないのよ。我々は、地球人。ベタすぎ。でも、マジな話、宇宙人っていると思うんだけど、まだ言ってるの。いや、本当なんだってば。イギリス初の宇宙飛行士の一人であるヘレン・シャーマン氏だって、宇宙人は存在するしなんなら地球にも宇宙人が紛れ込んでるかもしれないって言ってたんだぜ。そうなの、地球にもって、もう上陸してるってこと?地球に紛れ込んでるってのは言い過ぎかもだけど。それなら、ちゃんと筋道追って説明してもらおうかしら?もちろんだよ。それではゆっくりしていってね。霊夢、ビッグバンで宇宙がドッカーンと一気に広がったのっていつ頃のことだか知ってる?約138億年前って言われてるわよね。正解。で、地球は約46億年前にできたと言われてるよね。138億年の宇宙に比べたら、地球なんてまだ子供みたいなもんね。そして、その子供みたいな星の地球に人類が誕生したのは、今から約600万700万年前だとされている。そのスケールで考えると、人類誕生からまだほんの少ししか経ってないみたいに聞こえるわね。そうなんだよな。宇宙自体は約138億年の歴史があるんだ。だからそれを考えれば、地球以外の星に生命がいてもおかしくないと思うのが妥当じゃない?理屈で考えたらそうかもしれないけど、本当にそんなことあるのかしら。それは地球人の目線で見てるから非現実的に聞こえるだけなんだよ。宇宙目線で見たら、十分あり得るかもしれないぜ。そうかなぁ。そもそも、生命って一体なんだと思う?生き物でしょ。まあそうだね。息してる。それから?ご飯食べる。あとは?寝る。霊夢の日課を聞いてるのではないのだが、それだけなわけないでしょうが、生物物理学的に言うと、生命、つまり生物には3つの定義があるんだよ。へ?なんなのそれは?生命を生命たらしめる定義だ。その1、外界との間を膜で仕切られている。その2、物質やエネルギーの代謝をしている。そしてその3、自己複製する。この3つだな。2番目の代謝はなんとなくわかるけど、1番の膜って何なのよ。細胞膜だよ。アメーバみたいな単細胞生物から人間のような多細胞生物に至るまで、すべての生物は細胞膜に覆われているんだぜ。へえ。マリサはどちらかというとアメーバよりかしらね。はぁ、それは単細胞って言いたいのか?まあ深くお考えにならずに、悪いけど、脳細胞の数には自信あるぜ。進化が頭部に集中したからね。むしろ多脳細胞生物と言えるかもだ。そこ、深く掘り下げなくてもいいわよ。で、3番目の自己複製ってのは何なの?自己複製ってのは文字通り自分のコピーを作ること。アメーバなら細胞分裂、人間なら子供を産んで子孫を残すことかな。じゃあ、逆に言えば、その3つを満たしてなければ生命とは言えないってことなの?その通り。例えば、水のような液体や空気のようなガス状の生物なんてありえないし、生命体というなら何らかの実体があることになるね。なるほどね。生命の定義は分かったけど、それがなんで宇宙人がいる確率が 100% に繋がるわけ?そこはこれから話していくよ。霊夢、ちょっと恐ろしい事実を伝えてもいいかな。なんなの?実はここだけの話、地球はエイリアンに盗聴されているかもしれないんだぜ。何それ重大事件よ。イギリスの総合科学雑誌ネイチャーにアメリカのコーネル大学などによる研究チームが発表した論文によると、我々地球人が地球外生命体を探しているはずが、逆にこちらの存在を知的生命体にキャッチされてる可能性があるというんだよ。どういうこと?
今までに、太陽以外の恒星の周りを回る系外惑星っていうのはなんと4800個以上も見つかっているのだが、まず人工電波を受信できる約100光年の範囲内に生命が生息できるような液体の水がある星を探してみたところ、29個が該当したらしいんだ。水を飲む生命体限定ね。水のいらない生命体なんているかな。ドラキュラとか、それはフィクションです。それで、その29個の惑星について考察したときに、地球上で人類が電波を使用し始めてからもうすでに100年以上経過しているから、100光年の距離であれば向こうにも届いていると推測されるんだよな。ああなるほど。つまり、もしその先の惑星に生命体が存在していて、人間と同じような高度な科学技術を持っていたとしたら、向こうはすでにこちらの存在に気づいているかもしれないだろう？確かにそうね。じゃあ、もしかしたら向こうの方が私たちより高度な技術を持ってる可能性ってのもあるのよね。その通り。ひょっとしたら、我々よりももっと前から地球の様子を伺っていた可能性すらあるだろうね。ひぃ、うかつなこと喋れないわね。霊夢のことをピンポイントで聞いてるなんてことは決してないから。むむ、油断できないわよ。でも、向こうからコンタクトしてきたりってのはしないのかしら。そりゃあるかもだな。宇宙からの電波をこっちがキャッチしたことはないの？もちろん、いくつかの報告が上がっているよ。そうなの、それを早く教えなさいよ。ロシア生まれの超資産家であるユーリ・ミルナー氏が出資しているプロジェクトで、ブレイクスルーリッスンというものがあるのだが、オーストラリアのパークス天文台にある電波望遠鏡の2019年の観測データから、地球のものとは思えない不自然な電波を発見したって発表があったんだよ。ブレイクスルーリッスンって何？地球外知的生命体探査を行うプロジェクトだぜ。アメリカ、ウエストバージニア州にあるグリーンバンク望遠鏡は北半球を、オーストラリアのパークス天文台では南半球の電波観測を行ってる。地球外生命体の電波観測を専門的に行ってるのね。そうだよ。この時キャッチした電波は BLC1 と名付けられ、詳細な分析がなされているんだ。へぇ。どのあたりから発信された電波かはわかっているの？ BLC1 が確認されたのは、パークス望遠鏡が、約4光年離れた地球から一番近いとされる恒星、ケンタウルス座のプロキシマケンタウリを観測していた時のことなのだが、普通の自然現象ではありえないような 982MHz の周波数が5時間も継続して計測されたんだそうだ。それって、たまたま宇宙船が通りかかったとか、人工衛星なんかが影響してたりしないの？いや、その可能性も調べられたのだが、計測時に近くを通りかかる衛星などはなかったそうだよ。わわ、じゃあ本当に本物のエイリアンからの交信だったのかしら？そうだと思いたいんだけどね。何よそれ。実は、パークス天文台は以前も地球外生命からの電波を受信か、って発表した時に、ちょっとしたヘマをしていて。え、そうなの？その電波の正体を突き詰めてみたら。突き詰めてみたら、食堂の電子レンジの電波でした。ズコー、いいリアクションありがとう。だって、そんなことあるの？てか、あっていいの？とんだ早とちりだよな。だから、今回も入念な調査を行っているのだが、まあ今回も何らかの地球上のものに起因する電波なんじゃないかと言われているんだよ。電子レンジの次じゃなかなかねえ。そりゃ疑われるよな。でも、逆にもし私たち地球の方に宇宙の高度な電波をキャッチするだけの文明が存在していなかったとしたらどうなのかしら？そしたら宇宙からいくら一生懸命コンタクトしてきてたとしても、こっちは受け取れないわよね。それはそうだな。もしかしたら向こうはもう何百年も、いや、何千年も前から地球にコンタクトしようと試みてたかもしれないのに、こっちの技術が伴ってなかったために受け取れていないっていう可能性は十分にあるよね。やだわ。戦争ばっかりして領土の取り合いとかしてる野蛮で低文明な地球を、遠くから眺めてたかもしれないじゃない。ひょっとしたらってのはあるよな。我々地球人が宇宙一高度な文明を持ってるなんて考えること自体がおこがましいことかもしれない。宇宙人たちは地球からの返事を今か今かと待ってるかもしれないわね。そういえば、以前このチャンネルで取り上げた謎の天体オウムアムアは覚えてる？あ、あのピカピカ光る細長い茶色の飛行物体ね。それそれ。そのオウムアムアも、ハーバード大学の天文学者アビローブ氏によれば、太陽系外の知的生命体によって作られた高度な飛行体であるのではと言われているし、地球より高度な科学技術を持った星は本当に存在しているかもしれないよな。そうね。先に超文明宇宙人ありきで考えたら、私たちが宇宙からの通信を受け取れるだけの文明を発展させるのが先かもしれないわね。というわけでいろいろ説明してきたけど、ここまで聞いたら宇宙人は 100% いると言い切れちゃうだろ？マリサの言いたいことはわかったわ。宇宙人がいる確率は 100% かもしれない。かもしれないじゃないです。でも、もし本当に宇宙人に出会ってしまったら、私たち地球人は仲良くなれるのかしらね。どうだろう。相手がどんなルックスでどんな言葉を話して、どんな行動パターンで、なんてのも全くわからないから想像もできないけど、
だけど、そもそも生命の定義づけをしたのだって私たち人間でしょ？そうだね。だったら、宇宙にはその定義を飛び越えた生物だっているかもしれないわよ。というと、例えば、細胞膜を持たないガスみたいな生命体がひょっとしたらいるかもしれないじゃない。確かに、宇宙における他の惑星での進化がどのように行われたのかなんてわからないからな。そうよ、ほっぺに風が当たってなんか囁かれた気がしたら、実は宇宙人がコンタクト取ってた、なんてこともあるかもしれないじゃない。それはかなり突飛な考えだけど、100% ないとは言い切れないところだな。でしょう？地球人から見て想像できなくても、肉体を持たずに意識体だけのエイリアンっていう存在だって十分あり得るかもしれないわよね。ぐぅ、何かすごいこと言っちゃったかしら？そうだな。実際、この地球でも、そう遠くない将来には肉体を捨てて意識体だけの生命維持が行われる計画があるなんてことも言われ始めているから、地球よりも高度な科学技術を持つ星が宇宙にあったのなら、それは十分にあり得る話なのかもしれない。ふーん、それはドヤ顔なのか？そうよ、いちいち聞かないでくれる。それではまたゆっくりしに来てね。さて今日は、宇宙人についての解説だ。宇宙人、タコ足ニョロニョロで、UFO から降りてきて、我々は、なんていうイメージだぞ。ものすごく典型的だな。宇宙や科学に関する研究は日々進歩しているので、宇宙人についての認識も、今回の解説を聞いたら変わるかもしれないぞ。そうなのか、楽しみだな。今日ものんびり楽しく学んでいこう。はい。それでは早速始めていくぞ。ではまず、先ほどの霊夢の宇宙人のイメージがあまりにも偏っていたので、宇宙人に関する素朴な疑問に答えていこうと思う。そもそも、宇宙人って存在するの？当然一番最初に出てくる疑問だと思う。が、ズバリ、いると考えられているぞ。宇宙人はいるんだ、なんだかテンションが上がってきたぞ。ただ、問題はその場所なんだ。場所？太陽系内か太陽系外かという問題だな。まずは太陽系内の話をしよう。科学が進歩していき、様々な探査が行われた結果、太陽系内に宇宙人はどうもいないらしいということになっている。例えば水星や月には大気や水がない。それなら、生命は生きられないね。金星は400度以上の高温だ。すごい温度だ。金星で生きるのも難しいね。木星や土星はどうなの？生命にとっては温度が低く、硬い地面もないんだ。さらに、詳しい探査が行われた火星でも、生命は発見されなかった。そうだったんだ。というわけで、太陽系惑星には今のところ地球にしか生命体はいないとされているぞ。じゃあ、太陽系外ではどうなの？宇宙には、太陽のように惑星を持つ星は本当にたくさんある。自ら輝く星だね。確か、恒星って言うんだよね。うむ。その周りにある惑星には、地球のような星が存在しても不思議ではないよな。具体的な数字で表すと、どれくらいなの？太陽系が存在する天の川銀河の中には、太陽のような星が2000億個もあるんだ。さらにその星一つに対して惑星が数個あるとするならば、1兆個の惑星がある計算になる。宇宙の広さを実感するな。確かにそれだけ惑星が存在するなら、どこかで生命体が彼ら特有の生活を送っていたとしても、全然不思議じゃないよね。宇宙人は、いる、なぜなら、宇宙は広いからだ。なるほど。で、やっぱりタコ足ニョロニョロなの。やっぱり気になるのはそこなのか。その疑問に答えるとすると、その宇宙人がどのような星に住んでいるかによって異なる可能性がある、というのが結論だな。なんで宇宙人って言うとタコ足のイメージになっちゃうんだろう。映画とかフィクションの影響かな。もちろんそれもあるかもしれないが、昔の人のイメージがそのまま受け継がれてしまったという可能性もある。どういうこと？100年以上前、ローウェルという人物が火星を観察したら、運河のような溝が見えたそうだ。もしかして、火星人が作ったの？ローウェルもそう考えたようだ。さらに火星は地球の半分くらいの大きさで、重力が小さく足が強くなくても立っていられる。まさかそこからイメージしたの？運河を作れるような頭脳があるから頭が大きく、そして足は強くない。ということで、霊夢が言っていたようなタコ足の宇宙人が想像されたんだ。タコ足ニョロニョロの背景にはそんな話があったんだ、知らなかったなぁ。他に聞きたいことはあるか？宇宙人がいるとして、どんな星に住んでいる可能性があるの？やっぱり、地球みたいな星なのかな？ここでポイントとなるのが、ハビタブルゾーンという言葉だ。後で詳しく説明するので、覚えておいてくれ。はい。ここではざっと説明するにとどめるが、太陽のように自ら輝く星からの距離がとても大切になってくる。遠すぎても近すぎてもダメってこと？その通り。例えば地球はそんな絶妙な距離を保っている惑星なんだな。太陽の恵みをちょうどよく受けているんだね。さらに地球型惑星であるという条件もある。
地球型惑星。岩石でできていて、小さいサイズの星だな。現時点で、どれくらいの星が見つかっているの？現在4000個惑星が観測されている中で、そのうち20個がその条件を満たしているとされているぞ。20個か、ねえマリサ。宇宙人が地球に来たらどうしよう。そんなに心配しなくても大丈夫だぞ。宇宙人が地球にやってくる可能性は低いとされているんだ。どうして？うむ。我々の住む地球が含まれる太陽系に最も近い恒星までは4光年もあるんだ。1光年は距離にすると、約9兆5000億キロメートルだ。かける4ということか、安心する距離？そうだな。この距離を超えて地球までやってくるとは考えにくいという見解だ。宇宙人が地球に侵略してくる映画を見ると、ドキドキするよね。確かに、フィクションなどのイメージがあるから、そういうことを恐れるのもわからなくはないが、もう少し前向きに捉えるというものいいかもしれない。どういうこと？もし地球に来たら、4光年というとんでもない距離を超えてくるような優れた技術や知的レベルを持っているということ。確かにそうだよね。うまくコミュニケーションが取れたら、私たちだけでは解決できない地球の問題について、一緒に考えてくれるかもしれないぞ。なるほど、それができたら頼もしい存在だね。今や宇宙人というのはフィクションの中だけの存在ではなく、現実的に、そして科学的に研究する時代なんだぞ。宇宙人を科学する。ここからは、そんな宇宙人に関する研究について紹介しよう。まず、NASA に UFO 研究チームというのが存在するのは知っているだろうか。え、NASA って言ったら宇宙研究の最先端じゃないか。あの NASA も UFO について研究しているの。UFO 研究チームは、UFO すなわち未確認飛行物体の謎に迫る目的で発足された。2022年10月24日に活動を開始したぞ。どんな人々で構成されているの？彼らの分野は様々だ。科学者や専門家など、16人のチームだ。分野ってどんな？例えば宇宙生物学から海洋学に遺伝学、惑星科学までに及ぶ。また、かつて米海軍の戦闘機パイロットだった NASA の元宇宙飛行士の方もいるぞ。へえ、本当に様々だね。調査期間は9ヶ月を予定している。ズバリ、宇宙人の正体を突き止めるんだね。厳密に言えば実は目的はそうではないんだ。え、違うの？まず、未確認航空現象はこれまでに軍の制限空域内で目撃されているが、NASA はこのような現象についての科学的な結論を導き出すのは難しいという立場を取っている。ふむふむ。そんな立場を取る NASA に未確認航空現象を科学的に解明するためにどんなデータが収集できるかということを提言するのがこのチームだ。じゃあ今回の調査は一体何が目的なの？ NASA がこのような現象に関しての研究に、どのようにアプローチしていくのが一番良いのか、ということを見極めることだな。なるほど。今は NASA が UFO を科学する時代が始まろうとしているんだね。アストロバイオロジーという言葉を聞いたことがあるだろうか。宇宙の、生物学、横文字だとなんかかっこいいね。先ほど紹介した UFO 研究チームに宇宙生物学の専門家がいると解説したが、それこそがまさにアストロバイオロジーのことである。これは NASA の造語なんだ。定義としては、どんなことを研究する学問だとされているの？ NASA によると、アストロバイオロジーとは宇宙における生命の起源、進化、伝播、および未来を研究する学問だとされている。まさに宇宙人の研究にぴったりだ。そうだな。アストロバイオロジーの研究者の多くは最終的に、地球以外に生命体は存在するのかしないのか、という疑問に行き着くようだ。ただ、研究対象はいろいろあるんだぞ。どんなものがあるの？例えば、地球外生命体に関するものであれば、太陽系外での探査や宇宙でのハビタブルゾーンについての研究、有機物探査など。専門的に宇宙人に迫るんだね。さらに他にも生命の進化についての研究や、生命の起源、未来、惑星間移動、惑星の形成や地球の歴史なども研究する。本当にいろいろなことを研究する幅広い分野なんだね。ところで、そのアストロバイオロジーを研究する人たちは、宇宙人についてはどんな見解なの？うむ。アストロバイオロジーの研究者には、様々な分野の専門家がいるのは戦術の通りだが、宇宙人といえばどんな生き物を想像するのか。その専門分野に引っ張られることが多いのが面白い。どういうこと？例えば昆虫を研究している人は昆虫のような宇宙人を、深海生物を研究している人は深海生物のような宇宙人を想像する傾向にあるようだ。ただ、そんな中、ほぼ全員が言い切っている。宇宙には知的生命体は存在する、と。それを専門に研究している人たちが口を揃えているなら、真実味があるなぁ。そしてもう一つ、UFO に乗って宇宙人がやってくることはない、という見解がある。確か、宇宙は広くて遠すぎるからだったよね。その通り。知的生命体っていうのは、どういう定義なの？
文字通り、知性がある生命体のことだな。宇宙人といえば、最初に霊夢が言っていたように、タコ足ニョロニョロを想像する人が多いが、知性があるならどんな形でもいい。もしかしたらコンピュータのような生き物もいるかもしれないな。なるほど。そして太陽系には生命は確認されていないという話をしたが、もしいるとしても単細胞生物やそれよりも少し進化したものだとされているんだ。理科で習ったよね。アメーバとか、ゾウリムシとか。そうだな。でもこれらは知的生命体レベルの生物ではないんだ。そんな知的生命体を発見するために、現在どんな研究が行われているの？まず、火星探査には力が入れられているな。2020年にはアラブ首長国連邦、中国、アメリカが立て続けに探査機を打ち上げた。主な目的はそこに生命がいるかどうか。でも、太陽系に生命体はいないって。確かに今のところは発見されていないが、だからといって探査が終わったわけではないんだ。そうなんだ。現時点でも、火星だけでなく、木星や土星の衛星への探査の計画もあるぞ。現代の宇宙研究にとっての、重要なテーマの一つになっているんだね。続いて太陽系外惑星の探査の話になるが、ここで重要なポイントとなるのが、ハビタブルゾーンという言葉だ。さっきも少し出てきたね。で、ハビタブルゾーンって何？ハビタブルゾーンとは、生命が存在できる、天文学上の領域のことだ。日本語にすると、生命居住可能領域だな。ふむふむ。惑星の中心には太陽のように自ら輝く星があるだろう。恒星だね。そこからの距離が近すぎると水が蒸発してしまう、そして遠すぎると星が凍りつく。そんな距離が生命にとってちょうど良いのがハビタブルゾーンなんだね。その通りだ。そんな系外惑星は先ほども言ったが、現在20個ほど見つかっているぞ。さっき言っていた4000個のうちの20個はこうやって絞られたんだね。ただ、このような星は見つけにくいという難点がある。どうして？まず、自ら光り輝いているわけではない。暗くて見えにくいんだね。そうだ。さらに、核融合反応によって、自ら強いエネルギーを発している恒星のすぐ近くにいるから、眩しくて見えにくいということもある。現在も天文学者の人々が、そういう星を一生懸命見つけていて、今後ハビタブルゾーンにある惑星の数というのは、どんどん増えていくだろうと言われているぞ。さて、ここまで、宇宙人がいるかいないか、その可能性について様々な解説をしてきたが、いかがだっただろうか。フィクションの中でしか触れることのなかった宇宙人が、今では科学的に、そして専門的に研究されていることに驚いたよ。タコ足ニョロニョロというイメージも変わったんじゃないかな。漠然とした怖い怪物のように思っていたけど、宇宙は広いから、どんな生物がどんな風に生活しているか、無限の可能性があるんだね。宇宙研究は日進月歩。いつかこの宇宙人の謎も解明される日が来るかもしれない。それでは、ご視聴ありがとうございました。こんにちは、ゆっくり霊夢と。ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ、昨日宇宙人は存在するかっていう昔のテレビ番組を見てたの。昔はそういう番組多かったよな。どうだった？宇宙人はいる派の学者さんが、ひたすらバカにされてたわ。文系のくせに、宇宙の何がわかるんだって。今ならいろんな意味で炎上しそうな番組だな。でもその中で、あるタレントさんがいいことを言ってたの。ほう？ついこの間まで人間は天動説を信じていたくらいなんだから、人間が知っていることなんて、ほんのちょっぴりのことでしかない。だから絶対あるっていうのも滑稽だけど、絶対ないなんて断言するのも滑稽だって。そうだよな。何でも科学で証明できるわけではないからな。だから本当は、宇宙人がいたとしてもおかしくないと思うのよ。宇宙にはたくさんの星があるんだから。なるほどな。じゃあ今日は私たちの知っている範囲で、宇宙人がいそうな天体について紹介しよう。面白そうね。それじゃあゆっくりしていってね。まずはイオだ。どこにある星なの？イオは木星の第一衛星だな。発見したのはガリレオだ。ガリレオすごいわね。平均半径は 1821.3km で、質量は 8.9319×1022kg。月とほぼ同じ大きさと思えばいいかな。星の形が少し楕円体になっている。月と同じくらいか。イオの主成分は計算円の岩石と鉄で、これは地球型惑星に近いんだ。さらに太陽系にある衛星の中では大気を持つ星の一つで、大気の中には二酸化硫黄、一酸化硫黄、塩化ナトリウムと酸素が含まれている。酸素と塩があるなら、地球に近い環境になりそうね。他にも400個を超える火山があるから、火山活動によって、他の星より気温が高いことも良い条件だな。じゃあ、ところが硫黄は木星磁場の内側に存在するため、生物を死に至らせる放射線を常に浴びている。1日あたり36シーベルトもの電離放射線を受けているんだそうだ。放射線はダメよ。あと火山が多いのも少し問題だ。
地表の凹凸が激しいと生き物は住みにくいし、火山活動によって温度の上下が激しくなるのも問題だ。そうか、放射線と温度は生きていくのに厳しくなるわね。次はタイタンだ。土星の第6衛星で、太陽系内の衛星としては唯一豊富な大気を持つ天体で、さらに地球以外で唯一表面に安定的な液体が存在することが確認されている。大気だけじゃなく液体もあるの？これはかなり有力じゃない？特に注目なのは、タイタンの厚い大気層に有機生命体の存在を示すことの多い化合物がたくさん含まれていることだな。例えば、タイタンの大気に含まれるメタンだ。メタン、どうして？メタンは通常なら太陽の光によって分解される。地球の場合は、生物が常にメタンを補給しているんだが。ならタイタンにあるメタンも、何かの生物が補給してるんじゃないかってことね。タイタン大気の主成分は窒素 97% とメタン 2% らしいからな。液体があるっていうのは？それも多くはメタンだ。極地には液体炭化水素の湖が発見されている。タイタンは液体メタンの雨が降り、メタン及びエタンの川や湖が存在すると考えられていたが、それも探査機で確認されている。へ、雨が降るってことは、蒸発して雲になって雨が降ってっていうことが起きているってことね。それも地球に似てるわ。ただし、タイタンはかなり気温が低いんだ。タイタンは太陽から遠く、熱い大気のため、地表面が太陽から受け取るエネルギーは地球の 0.1% しかない。表面温度は約-179.2°C だ。寒い。それだけ寒いからメタンが液体になるのね。それでもメタンは表面に温室効果を発生させている。これがなければタイタンの表面温度はもっと低温だったはずだぜ。逆にその塩霧が太陽光を反射してしまうから、表面温度を下げちゃうんだがな。うん、濃いメタンの中でさらに超低温でも生きられる生物がいたら、タイタンでも生き残れるわね。次は火星だ。火星といえば、昔から宇宙での移住先としてよくイメージされているわね。やっぱり火星は生物がいる有力候補の惑星なのね。火星は地球に最も似た太陽系の惑星で、大きさも温度範囲も地球に近い。半径は地球の約1/2、質量は約1/10。火星の地表での重力の強さは地球の 40% ほどだ。地球の半分か。でも自転周期や行動面に対する回転軸の傾きが似ているから、一日の長さや季節は地球と同等なにじゃないかって言われている。あら、それは似た環境になりそうね。さらに北極と南極には凍った水が大量に存在しているため、氷の下に液体の水がある可能性も大きいんだ。氷があるなら水があるかもってことね。また火星は昔、はるかに生命の存在に適していたと思われる証拠も見つかっている。火星の地質学的特徴を見てみると、かつては地表に水が流れていたと考えられているんだ。もっと水が豊富にあった可能性があるってことね。火星の大気には二酸化炭素が 95%、窒素が 3%、アルゴンが 1.6% で、他に酸素や水蒸気などを微量に含んでいる。お、二酸化炭素があるなら、酸素に変えることもできるじゃない。さらに過去には火山活動が活発で、化学物質やミネラルが火星の地表と内部を循環していたとも考えられる。また火星の大気にはメタンも含まれている。メタンの大事さはさっき聞いたわね。火星のメタンの発生源は、火山活動や彗星の衝突、あるいはメタン菌のような微生物のような生命が存在するなどの可能性が考えられるが、残念ながらいずれも未確認だ。メタン菌でも菌がいるってことは、他の生命体がいてもおかしくないかもしれないわね。そうなんだ。火星の大気中には大量のホルムアルデヒドがあることから、火星の地表に微生物が存在する可能性が高いんだぜ。ホルムアルデヒドが、なんで微生物と関係あるの？ホルムアルデヒドは、メタンの分解によって作り出されるんだ。そしてホルムアルデヒドは、わずか 7.5 時間で分解される物質で、火星にはホルムアルデヒドが 130ppb という高濃度で存在している。メタンの分解が頻繁に行われている可能性があるってことね。将来もし宇宙植民地化が行われるなら、火星は人間が生存するのにかなり適しているから、有力な選択肢に入るだろうな。なんか現実的な気がするけど、なんで火星は生命がいるとされていないの？探索の難しさかな。火星の地表や気候、地形を研究するために、ソ連、アメリカ、ヨーロッパなどが今までに軌道探査機、着陸機、ローバーなど多くの探査機を火星に送り込んだ。そうね、バイキングとかマーズオデッセイとか聞いたことあるわ。しかし火星を目指した探査機のうち、約3分の1がミッション完了前に、またはミッション開始直後に何らかの失敗を起こしているくらい失敗率が高い。え、そんなに失敗してるの？原因はもちろん技術上の問題によるものと考えられるが、一方で原因不明の失敗や更新途絶も多くあるそうだ。ある程度火星の環境を分かっているはずなのに、ミスが連発するのも不思議ねえ。だから研究者の中には、冗談で地球火星間のことをバミューダトライアングルと呼んだり、火星探査機を食べて暮らしている宇宙悪霊がいると言ったり、火星の呪いという人もいるそうだ。宇宙悪霊は生命に入るかしら？
もしいるのなら、ぜひ生命体として登録してほしいよな。ただやっぱり火星の環境は厳しい。地球と近そうなのに？基本的に温室効果が弱いから、温度は氷点下53度ほどしかない。寒いけど他の星に比べたらまだ暖かいんじゃない？冬になると極地方での夜には、地表が非常に低温になり、大気の 25% が固まって厚さ数メートルに達する二酸化炭素の氷、つまりドライアイスの層を作るんだな。季節があるって言ってたものね。やがて、再び日光が当たる季節になると、このドライアイスは消化して、極地方に吹きつける時速400キロに達する強い風となるんだ。400キロの風？だからもし人間が移住しようと思ったら、温度と強風対策は絶対必要だろうな。よく見るあのドームみたいなところに住んでいるイメージ図は、結構現実に沿った形だったのね。次はヨーロパだ。ヨーロパは木星の第二衛星で、こちらも発見者はガリレオ。月より少し小さいぜ。そして水が存在し、火山も活動している可能性がある。なら地球が生まれた時の環境に近いかもしれないわね。ヨーロパの表面は氷で覆われているようだが、その下には液体の水の海が隠れている、と推測する研究者も多い。水が存在しているのなら、何かの生物が生まれていても不思議じゃないものね。さらに海底火山の活動によって、熱や生命体に欠かせない重要な化学物質がもたらされている可能性もある。地球と同じように、海底火山の熱水噴出口近くで、何かの生物が生息しているかも。ヨーロパは木星の衛星だから、木星の影響を強く受ける。木星から発生する熱で、ヨーロパ表面の硬い氷が溶け、シャーベット状化液体の海になっていて、霊夢の言う通り地球の深海にあるような熱水噴出口も存在するかもな。そうよ、だって深海魚は太陽に当たらなくても生きているじゃない。そうなんだ。生命には必ずしも太陽は必要ではなく、水とエネルギーがありさえすれば良いということも分かってきている。そう考えると、ヨーロパの深海には何かの生き物が生息していてもおかしくはないと思うぜ。いつかヨーロパの深海まで、人間が行けるようになるといいわね。最後はエンケラドスだ。エンケラドスは土星の第二衛星で、直径 498km。星の表面は比較的新しい氷で覆われている。出た氷があるなら、エンケラドスにも水がある可能性はあるわね。2005年エンケラドスに接近した NASA の無人土星探査機カッシーニが、エンケラドスに極めて微量の大気を発見した。さらにこの大気の成分は水蒸気と見られている。水蒸気があるの？ああ。大気には炭素、水素、窒素、酸素もあるから、生物の成長に欠かせないと成分が存在する可能性もあるんだぜ。大大気が薄いとはいえ、地球に似た成分があるならかなり有力候補になるわね。また、エンケラドスの中心部には溶岩が存在していると言われている。それなら生命の誕生が可能な温度になっている可能性もあるぜ。部屋エンケラドスの温度ってどれくらいなの？エンケラドスの平均表面温度はマイナス180度とされいるんだが、地底にある溶岩の熱から地下に液体の水があって、貯水池のような役割を果たしている可能性があるそうだ。ヨーロパみたいに、熱水が噴出する穴の周りに、生命が誕生している可能性もあるってことね。エンケラドスの海に水素があって、もし微生物が存在したとすると、海中に溶けている水素と二酸化炭素を合わせれば、微生物もエネルギーを得ることができる。理論的に無理じゃないかもしれないわね。実際カッシーニがエンケラドスの南極付近の表面から 48.3km の高度を通過した時、同時に表面から噴出する物質の中を通過した。すると探査機に搭載されていた分析機では、噴出物中に水素分子があることを検出したんだ。ならもしかして、何か生き物がいたら面白いよな。ほんとね、やっぱり人間の知ってることなんて、ほんのちょっとでしかないのね。そうだぜ。これもあくまで地球における生物っていうのが前提になっているけど、もしかしたら熱もいらない、空気もいらない生物だっているかもしれない。人間の理解してるカテゴリに当てはまらない生物ってことね。そうやって新たな発見をしていったら、人間も地球以外の星に住めるようになるのかもしれないな。そうね、火星移住計画を実際に体験してみたいわ。それじゃあご視聴ありがとうございました。